はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです、では今回は信長の野望大使、真田幸村でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、前回までにですね、津軽を滅ぼして蝦夷まで平らげているので、この後はですね、まあ、南進を進めていくことになるんですけども、まあ安藤家はもはやね、置いてきぼりでいいかなと思ってます。まあそもそも南進に影響がないところで、最上に関しては婚姻を結んでるので、まあそのままで、南進する上でちょっと面倒になってくるのが蒲生家、それと大田家なんですが、大田家に関しては婚姻を結んでいるので、この後の動きなんですが、まずは蒲生で、その後はちょっとね無謀な戦いになるかもしれないんですが、上杉に対して兄貴信行とともに相対していこうかなというふうに思ってますんで、ちょっとそのあたりからねプレイの方していければいいかなと思っています。まあ、あるいは勝家と結んでさらに上杉を叩くっていうのもありかなと思うんですが、まあ、いずれにしてもまずは蒲生家をね、今回は潰していきましょうということになります。では早速プレイの方を始めていきましょう。で、一応ですね、兵力に関して言うと、もう、北側に関しては、足軽とかすべて解雇して、逆にね、南進作戦で必要になってくる南側、まあ、例えばね、こちらの飯野平とか、この辺りは兵を増強してます。1万の兵とかが入ってると思うんですけど、もうこんな感じでね、増強を図っていっていますんで、一気にね、これで蒲生家を潰しにかかりましょう。で、兵の集結、歩兵が終わるまで少し時間がかかるんで、このまま進めていっちゃいます。さあ、ここで蒲生家との同盟が切れたので、ここで一気に海戦に持ち込んでいきますか。上杉との同盟も切れたんだな。上杉とは一旦同盟をもう一度結び直しておいた方がいいでしょう。で、上杉と同盟を結ぶのはまたその後でいいかなと思いますので、まずは上杉に対しては一旦得意の兵糧外交をしてしまって、一方の蒲生に関しては戦線を布告していきます。真田の軍略味わうがよい。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃をもって成敗せん。何、上杉は蒲生家に助力か。まあこれはただある意味ではね、想定通りといえば想定通りかな。じゃあ早速行軍していきましょう。まずは米沢からだな。42,800、十分だろう。己を信じて前へ進め。まあ、最近はね、仕事のやる気がもうゼロに限りなく近いっていうね、省エネの仕事っぷりをしていってるんですけど、家宝をよこせと言ってくるのか。まあ家宝ぐらいだったらいくらでもあげるんで、あげたいところなんだけど、本当に欲しいのは兵糧じゃないんですよね。なので再交渉しましょう。報告いたします。表情始めるとしましょう。まあ、ここは無条件で北ちゃんの言うことは聞きます。北ちゃん大好きですからね。あとは合戦系が欲しいので合戦系を入れたいんですが、合戦系がないとなるとだ。なるほど。まあこんなところかな。これにて表情を終わります。本当にね、もう1ヶ月ぐらいでいいんでタイに行ってのんびり過ごしたいんですけどね。オロ州の結成はやろう。移動速度の上昇はずっとやりたかったものですからね。
これで次何をやるかだな。無兵装の攻撃力が上昇するっていう意味では軍事をプラス25欲しいですね。論議の401が本当に余っちゃうんだよね。まあでも余ってる分にはいいので次は軍事を20上げましょう。タイのね、本当に金銭24000上げられないな。バンコクなりパタヤなりでのんびりしたいんですけど、目の前に迫っていて戦場が狭くわからないと、まあ、直接指揮を取ろう。そういうことであれば、26000対26000か。味方の方は一応陣があるので、陣で敵を迎え撃つという方がおそらくいいかな。お任せくだされ。お任せくだされ。まあ陣で敵を守るっていう方がいいかな。強襲部隊は陣に詰めましょう。そういう意味では覚悟してもらおう。ゲッチ始めよう。なので全体的に兵は下げておきましょうね。始めるぞ。いざ参る。始めよ。ご命令。ゲチよ。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ご命令。そうか。でもあんまり下げすぎると他との連携が効かなくなるから、あんまり下げすぎるのはそれはそれで危険だな。というわけで、ゲチよ。こんな感じでいいかな。これで一旦敵の出方を見ましょうか。いやほんとね、タイのゴーゴーバーとかマッサージ屋さんでのんびりしたいんだけどな。僕が今35歳になるんですけど、もうねあと30年間働くのかと思うともうちょっとげんなりしちゃいますよね。できればそれこそ60歳ぐらいまでで、いや55歳だな、55歳ぐらいでねその任務を終えたいんですけど、ローンが30年で組んであるんで30歳の時に買ったのかな。なので60歳までローンが残ってるんですよね。繰り上げ返済とかね、まあ、手はあるんですけど、そんなに頑張って返したいっていう思いもないしな。始めるぞ。始めよ。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令。始めるぞ。攻めましょう。ゲッチよ、叩きのめせ。覚悟してもらおう。始めるぞ。ゲッチよ、始めるぞ。始めるぞ。お命令ください。叩きのめせ。覚悟はいいですか。まあ本当はねもう30代でリタイアしたいんですけど、ちょっと山か、山の上にいる敵を攻撃する感じになっちゃってるな。この辺りは少し地理的に不利かもしれないですね。山の上まで兵を進めちゃってもよかったかもしれないな。叩き潰せ。策のある者がいるようです。我が策、
ご覧ください。その首、我が策がもらい受けよう。ご命令、覚悟しろ。我が策、お聞きくだされ。その首、もらい受ける。ご命令ください。始めよ。策を練ってまいりました。格の差。思い知るがよい。これで一通り指示は出したでいいのかな。いざ参る。六門戦の旗を掲げよう。邪魔するなら容赦しないぜ。まあ、とは言ってもね、30代でリタイアするってなっても、その後の組み節がないとどうにもならないですからね。なんかね、うまい組み節があればいいんですけどね。油断したな。さあ、ここを敵の意識ゲージをゼロにするっていう戦い方をちょっと考えていった方がいいかな。敵の数はまだまだね、2万5000残ってますからね。同じ数同士でノーガードの殴り合いをするよりは、完全に敵の士気を削り取って、城を削って取って、結果的に敵の動員できる兵力を削っていくっていう方がいいかもしれないですね。ご命令を。いざ参る。始めよ。引っかかったな。ここは守れ。我が覚悟、お見せしよう。その首、この手でいただくとしよう。さあ、一人じゃないな、一部隊改装に臨みましたね。敵の居所掴みましたぞ。よし、これで戦局を完全に制圧したので、目論見通り。乱世に問わん、我が部、我が軍略を。米沢ですね。米沢は取れそうですね。片付けない。そしたら今度は会津の新宮城を狙うか黒川城を狙うかってところになりますけど、報告いたします。まあ、いずれにしてもあれだな、米がちょっと心配だな。まあ、もうすぐね、9月養老が入ってくるっていうところにはなりますけど、雪村がもらい受ける。さあ、ガモーか。これガモーの弱なんで合ってる？となると初段をしとこう。いや、でもな、ガモー氏里も欲しいからな。こんなところで変な圧力を生まない方がいいな。解放しよう。片付けない。で、次の標的をどこにするかだな。黒川城を攻めて、会津はちょっと一旦孤立させるっていうのも手ですよね、一つにね。となるとやっぱり多方面と一回で戦うっていうのは避けたいんで、この後は同盟を結びますか、上杉とね。では行軍していきましょう。黒川城を狙います。いや、黒川城でいいのか。この雪村に続け。使いの者が来たよ。ガモーからの交渉か。菅川を真田に譲渡、まあ、これは一旦受け入れておこう。待て。そしたら早速騎乗させて、じわ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 削っていく方がいいよね。
で、その間に上杉と講和を結んでおけばなおよしですもんね。報告いたします。講和というかまだ先端を開いてないですけど。そうすると武将配属者を菅川には、最前線になるんで統率の高い武将を入れたいよな。そしたら南部を入れよう。南部の2人が入る感じになるけど、あとはそうだな、統率重視でいくと三春の田村、この辺りを入れておけばいいかな。あと小高にねめちゃくちゃ人入っちゃってるんで、小高から人を移動させよう。で、米沢も最前線になるんで、米沢にもね、統率の高い武将を入れてあげたいんですよね。そうなると、相馬中村から、蝦夷一族を呼び寄せるか、はるばるにはなりますけど。かしこまりました。で、最前線にはとにかく兵をいっぱい入れましょう。はで、早速ね、そのいわゆる停戦期間が解けたら、再び蒲生に仕掛けていきたいので、ちょうど6ヶ月経つそのキワキワの間は上杉とは同盟を結んでおきましょう。報告いたします。表情始めるとしましょう。さあ今回は何が何でも軍事をプラス20入れたいので再考させよう。当家の行く末話し合いましょうぞ。よし、軍事これだけで20きたね。いや、再考させてみるもんだな。みんななかなかいい提案してくれて。これで何が足りない。ああ、そうか。剣豪朝練を所持する配下が3人必要だけど0人なのね、今。どうにもならないと。なるほど。であれば、開発系を入れておいて、今、銀山が5、鉱山が5か。じゃあ、金山銀山を先に開発した方が、結果的にお金は入ってくるね。見仏の加護が来たけど、これも全然足りないんだよね。仏教人脈、王所持する配下3人以上だけど、誰もいないから無理だ。しょうがないね。じゃあこれで先に進めちゃいましょう。で、この後は、蒲生を叩いた後は上杉と先端を開くんで、そろそろ、神前を、そうか、もう真田とは完全に同盟結んでる状態なんで、北条と上杉と叩いていく感じだな。まずは蒲生を叩いて北条上杉っていう流れですね。まあどっちが先かは状況を見て決めましょう。まずは蒲生が先ですね。また勝家と謙信が戦ってるけど、ここはもうどちらにも参戦しないでおこう。報
告いたします。で、米沢の方はというと、一旦歩兵あんまりできなかったんですが、今となっては米沢にも流民が戻ってきてないね。上杉と柴田を氏里に対して佐竹義重が佐竹家が改戦したか。ここは佐竹につこう。そうだね、飯野平からは兵を貸してあげてもいいかな。見返りはそうだな、鉄砲をもらおう。ことじけなし。でだ、こちらとしてもね、ガモを食われるだけだともったいないんで、なんとか一刻も早くガモに対して再戦線したいところですよね。8月に宣戦布告してるんで、で9月に一旦和睦をしたってことを考えると、次戦端が開けるのは2月になっちゃうんだな。まだちょっと時間がかかりそうな感じかな。2月まではちょっと静観せざるを得ないな。ここで何？今の戦いだとガモー勢が勝ちましたね。宇都宮城の戦い。これで佐竹が、ちょっと烏山が危なくなってるのかな？で、お姫様ですね。どうしようかな。これは姫にしておく？報告いたします。どっかに嫁いでもらわないといけないからね。表情、始めるとしましょう。さてさて。今回は、正直何でもいっちゃ何でもいいんだよな。論議はいらないんで、論議以外にしましょう。これにて表情を終わります。北ちゃんの言うことはね、もう、何も考えずに受け入れましょう。で、1月になったんで、もう1ヶ月経てば一応、がもう再度宣戦布告できるんで、それまでなんとかね、佐竹が踏ん張ってもらわなきゃいけないんだけど。朝廷からの使者、どうせ金だろう、金。まあ金は朝廷にやろう。せっかく烏山が、というかね、米沢を取って菅川を分取ったのに、烏山が奪われちゃったらしょうがないな。しょうがないね。じゃあここは宣戦布告していこう。真田の軍略、味わうがよい。不義の戦で世を乱す者。ここでもガモにつくのか、謙信は。まずは烏山を返してあげよう。しっかり奪ってね、佐竹に返してあげなきゃいけないんで、烏山に出兵しよう。己を信じて前へ進め。さらに同時に行軍していこう。進め。
勝ちが揺るがないんであればここは決戦はせずに任せちゃいましょう。で勝ったんでしょ。そうなると雪村まず小峰取る。小峰を取ってから烏山でも十分に余力はあるでしょう。上杉謙信との同盟が切れたか。一応兵糧外交が通じるかどうか試しておきましょうね。ここはまずは目の前の小峰を取ろう。先にね、この雪村に続け。謙信からは敵視されてるか。こうなると何もできないからな。しょうがないね。ちょっと謙信に敵視されるタイミングが早かった気がするけど。包囲するぞ。しょうがないな。力攻めにする。ここは報告いたします。ガモの士気が高すぎてなかなか城が削れないな。始めるとしましょう。今の状況だとね。よく考えたな。これにて表情を終わります。さてさて、そうすると力攻めにして多少兵を失ってでも力攻めにしちゃった方がいいので強行しよう。覚悟なき者に負けはせぬ。押し込みには取ったね。さてこの後の情勢なんですけど、多攻隊が迫ってんだな。黒川城は強行にして一気に落とそう。謙信の援軍が迫ってる気配があるので、どうする？謙信との決戦するにはちょっと怖いよな。謙信側の軍勢の集結具合を確認したいけど、そんなに集結してないもんね。だったらこのまま黒川城までは取ろう。で雪村は当初の目的通り烏山まで進軍して、烏山は佐竹に返してあげたいんで、そこまでやっちゃいましょうか。よし、黒川城取ったね。すまねえな。全員返してあげてだ。黒川城には一旦結城勢が来る。正友であってるかな。正友勢が入ってくる可能性があるんで、これは一旦防ぐために駐留させましょう。黒川城に戻るぞ。包囲するぞ。これで着々とね、蒲生家は削ってるけど、その分謙信との関係が悪化の一途をたどってるので、ちょっとそこはね注力しておきたいですよね。武将の配属を行います。
まずは最前線の黒川城に、統率の高い武将を入れていきましょう。でさらに小峰にも統率の高い武将を入れてきたけども、統率が高い武将って知れてきてるからな。そうなると小高から引っ張ってこなきゃいけないね。で合戦が終わった場所の終わったばかりの場所かな。ではね、歩兵をかけてもまともな歩兵にならないんで、まずは烏山を取って烏山を返すところまでプレイしちゃいましょうね。使いの者が来たようです。ガモーからか。会津神宮城、真田家に城と、これは悪い条件じゃないな。飲もう。ちょっと佐竹に対してね、烏山城が戻るぞ。さっきにはなっちゃいますけど、これで佐竹とかもう壊したか。報告いたします。表情。これで残されたガーモンの城は2つになりましたね。これにて表情を終わります。我が策をお聞きください。城攻め極意。あ、これはすぐにでもやりたい。城攻めの極意はすぐにやろう。軍事が240必要なんですね。今、全然足りてないんで、まずはこっからだな。次回は、ちょっと軍事優先で、採用していきましょうね。じゃあちょっと状況を見ておきましょう。まずガモは残りの城が2つになってるんで、ガモを攻めた後、この感じだとどうだろうな。上杉と先に戦った方がいいのかな。まあ、徳川とも吉見を通じておく。徳川もだいぶでかいですからね。まあ、北条。そうすると、北条を叩いて、上杉と叩いてって感じかな。っていうのをね、ちょっと流れとしては考えておきたいと思います。じゃあちょっと歩兵を入れられるかどうか確認しておきましょう。はは。かしこまった。さあこんなところでいいかな。はい。では今回はね、30分時間経ちましたので一旦ここまでにさせていただいて、次回この続きをしっかりプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。